による復元演奏2008年427姫路文学館にて坂田古典音楽研究所によるレクチャーコンサート民楽とは江戸期に明朝から日本に伝えられた平等音楽の名称である民楽の伝来は民国の義の縁の帰化に遡る復権省復修復復政権の出であったが民末新書の戦乱を避けて安南国後に 東京国へと赴き、長崎との白井との交易の選手となって、富を築いた。昭法4年には、長崎に、総福寺の建立に、多大な寄進をして四大だ枝持ち、すなわち、器用な囃の一つに名を連ねた。彼は、交易に携わるから、民国の喪失や、平等の音楽に造形が深かったが、それらの音楽を、長崎で、一族郎党を引きい演奏していた。 彼は願い出て上京し、遠方元年には代理で演奏するなど、民学は広まりを見せた。遠方7年には、長崎奉行に許されて、日本に帰化し、府県の出身地から、協力星を名乗った、義明の肖像、を、義士が絆より、義の縁から四代目に当たる義明は、特に弾い出た音楽の才能を持っていた。彼は家督を継ぐことを好まず、また、 自分の家の中だけで伝承されていた民学を世に広めたいと考え、京に上り、諸行の前で民学を奏した。また、姫路藩主の境画学頭の縁も受け、一時は100人もの弟子を抱えまでになり、広く民学を貴族階級、武士階級に広げた。明和5年、木明は民学の曲を耕若府で書き表し、門人のための教科書、義士学府を刊行した。 義子伝来の楽曲は全部で243曲の大きに上ったが、そのうち義明が生前に門人に伝授した曲は半分の104曲で、義子楽譜に収録されたのはさらにその半分の50曲のみであった。皇帝の抜群によると俗刊を刊行する計画があったようだが、義明が死去したため50曲のみで刊行終了となった。儀明の没後、安永九年には、 によって、義が,図が刊行された。江戸時代の日本には、常実の義士民学とは別系統の別殿の民学も存在した。例えば、朱春水が伝えた民学が柳川藩で伝承されていたことを示唆する記録もある。また、民学称号や、党員和解、河友万禄付録、笛布にも民学の簡単な楽譜が載っている。が、これら別殿の民学は、 儀士民学の影に隠れて、あまり世に知られなかった。そのために本で単に、民学といえば、もっぱら、儀士の民学を指す。明和年間に最盛期を迎えた民学は、神学の流行に押されて、急速に廃れ、その一部は、神学に取り入れられた。神学と合わせて、民進学と呼ばれることも多いが、民進学という故障は、事実上神学だけを指す場合も多いので、注意を要する。 神学はソロでもアンサンブルでも演奏、歌唱を楽しめる軽音楽であり、身分制度が厳しかった江戸時代でも、百姓町人から大名まで身分の上下を問わず、楽しむことができた。一方民学は、武士や儒学者などが集団で演奏、斉唱する和学であり、実演にあたっては高度な集団訓練と相当の経費を必要とした。民学は、 姫自藩のような大半がパトロンとなって初めて維持できる上流階級の音楽であった。このような条件的制約も民学が神学に押される一員となった。義手学地図より座学式。民学も神学も中国伝来の音楽であったが、その風格は全く違う。民学は明朝時代の早朝な平等音楽ない手画学であるが神学は 新朝時代の軽微妙な通俗音楽で曲目も楽器の編成も異なる。西洋音楽で例えればクラシックとポピュラーほども違う。民楽は男子の清唱を主体とし伴奏楽器で歌唱の旋律を支える。最低でも10名以上、通常は20数名で清唱合奏する。歌詞は監視や闘争詞と共通するものが多く、日本でもそれを党員で歌った。 声楽が主体だが、それに合わせて、器楽で伴奏し、舞も踊られた。当時の日本では、画楽などの例外を除けば、これだけ大規模な楽体編成は他になかった。仏教の生命音楽に、器楽演奏を添えたような感じの、力強く壮調な音楽であった。民楽で使う楽器は、管4、弦3、打4であった。楽器、力流的長楽器。 小失美は月金雅がき、太鼓小小モラダンバンス賞と力は、それぞれ日本の雅楽の賞と七力にあたる。流的は薄い笛幕を穴に張った、いわゆる民的で、長小は、日本の尺八を細く長くしたような形の、銅賞である。美和は現代中国のものに比べると薄く華奢な作りで、ある。民学の月金は、長い竿を持つ厳美名のことである。 神学や現代中国の月金と名前は同じでも実際は違う楽器を指すので注意を要する。民学で使用する弦楽器は発弦楽器のみである。神学と違い、古今のような殺弦楽器は使用しない。湯島制度での民学の演奏。2008.4、20撮影幕末から明治にかけて民学は絶滅寸前の状態であった。 不幸中の幸い、明治年間に音楽取り調べ係が、巨録詩の子孫から、民楽の楽器や楽器図、楽譜図などの資料をまとめて購入したおかげで、民楽の資料は比較的よく残っている。上述の義式楽譜には、高領楽、蝶、廉歌、奇仙うぐいす、洋館曲、楽器吉調、小君音、ジョムレーなど50曲の楽譜が収録されている。 闘争の詩,詩と同題名の曲も少なくない。今日の楽譜と違い、楽譜の肝心な部分は弟子が肉筆で過筆するようになっている。日本では民楽の楽器の現物のセットと、儀式楽譜という完備した楽譜が残っているのに対して、中国本土では民楽についての資料はほとんど残っていない。そのため、儀式楽譜は中国本土の音楽研究者にとっても、 1> 第1級の資料となっている。現在、民学の再現演奏は、東京音楽大学附属民族音楽研究所の定例公開講座、伊福部明の残した民進楽器を聴くや、湯島聖堂での酒田古典音楽研究所の演奏などで聞くことができる。ありがとうございます。